若男女の方皆様に愛されるピザだと思いますので、それをまあ一度食べに来てほしいなと思います。モッツァレラチーズ、水牛のリコッタチーズ、ゴルゴンゾーラチーズ、パルミジャンを使った4種類になります。口を触らないように、なおかつこう大きくお皿いっぱいになるように大きく伸ばしています。ふっくら縁が膨れて、そこがもちもちとした食感になるっていうのが、まあ、ナポリピッツァの特徴なので、そこはもう徹底してやっております。クワトロフォルマッジです。前菜とフリードリンクの方がつきます。チーズが乗ってないタイプのピザになりまして、マリナーラランチのマリナーラになります。みんなに愛される食べ物、この伝統をずっと残していきたいなと思いますね。はい。